ここハロウィンタウンだよな。そう、ここはハロウィンじゃ。わお、ゼロじゃないか。やっぱりハロウィンタウンだ。なんだろう。いやあ、ソラ、ドナルド、グーフィー、久しぶり。そしてハッピークリスマス。ハッピークリスマス？ハロウィンじゃないの？そう、僕はハロウィンタウンのスター、カボチャの王ジャック・スケリントン。でも今は違うんだ。僕はクリスマスの支配者、サンディ・クローズになる。これからサンディのところにお願いに行くんだ。サンディ・クローズ？サンタクロースのことかな？どうだい、この素敵な飾り付けは。今年は僕たちの手でクリスマスを作るのさ。そうだ、みんなでサリーのところへ行こう。サンディ・クローズには欠かせない大事なものを作ってるんだ。見せてあげるから一緒においで。ジャックたちのクリスマス。ちょっと様子見る？早く早く！いや、博士、サリーは？知らないね。わしは忙しいんじゃ。これは重すぎ。放り投げちゃえ。何を言うか。ほら、ここへ乗せてくれ。そーれ。はあ、こら、研究が台無しだ。サリー、例のやつはできたかい？ソラたちに見せたいんだ。それがまだなの。ごめんなさい、ジャック。そうか。うん、でも大丈夫。クリスマスに間に合えば問題ない。あのね、ジャック。さて、僕はサンディ・クローズを迎えに行かなくちゃ。また会えて嬉しかったよ。じゃあ、失礼。サンディ・クローズを迎えに。お願い、ジャックを止めて。きっと良くないことが起こるわ。僕もそう思うよ。そうなの？広場にいる奴らは君たちが連れてきたのかい？え？どんなやつ？ハロウィンもクリスマスも楽しめないつまらないやつらさ。なんだったかな？ハートレス？そんなの連れてきたりしないよ。でも、ハートレスなら俺たちに任せて。そしてサンタクロースに会いに行こう。さあ、ハートレス退治だ。
こら、怪しいやつ、町から出ていけ。これは町長命令だ。誰か、誰か。私一人じゃ何もできないんです。あ、ジャック任せて。次は何を持っていく？毛虫でいっぱいのバケツ。もっとすごいの。誰だ？どこのおばあさん？おだまり。魔女？お前たちは見込みがありそうだね。私についておいで。面白いところへ連れて行ってあげるよ。それではボディーガード諸君、一緒にクリスマスタウンへ行こう。入り口は墓場を抜けた森の中だ。
クリスマスタウンの入り口さ。いたずらと悲鳴のハロウィンに行き詰まった僕は悩みながら歩いていた。そして見つけたこの扉。扉の向こうには真っ白な世界が広がり、見たこともないものばかり。あれもこれも初めて見た。こんなに興奮したのは初めてさ。早く。町の中さ。さあ行こう。ここにも。諸君、早速出番だ。で何とかしなくちゃね。あれがサンディークローズの家だよ。おやおや、こんにちは。リストの確認に来たのかな。名前は？俺、ソラって言います。ソラ、ソラ、ソラと。あった。しかし記録によると、ソラは7年前にサンタなんていない宣言をしているな。さて、どうしたもの。ジャックはどうですか？ハロウィンタウンのジャックです。ハロウィンタウン？
頼むから面倒を持ち込まんでくれ。なんかした？僕は関係ないよ。どうして隠れるんだ？静かにするんだ。ソラたちが一緒だなんていい機会だからね。もっと効果的な計画に変更だ。早く教えて！誰だ？見つかった！あ？ロック、ショック、バレル。知り合いかね？ハロウィンタウンの子鬼たちです。少々いたずらが過ぎるようだな。捕まえてここへ連れてきなさい。私がお説教をしてやろう。その前に次のクリスマスのことでお話を。話は後。工場を検査しなくてはならん。ジャック、まず3人組を捕まえよう。仕方ないか。あの国を破壊してやったらさぞや楽しいだろうと思ったんだけどね。でもソラたちが来てるとなれば話は別だ。まずあいつらに復讐してやらないと。どんな復讐？とても恐ろしい復讐さ。どれくらい恐ろしいの？ブギー親分くらい。それは恐ろしいぞ。ブギー、極悪非道のブギーか。はっ、それは面白そうだ。どこにいるんだい？ジャックとソラたちに倒されちゃった。ああ、そうだったね。ますます面白い。よし、ブギーを呼び戻してやろう。久しぶりじゃねえか、マレフィセント。復活させてくれて感謝するぜ。
早速だけどブギー、ソラたちを覚えているかい？当たり前だ。俺の人生いろいろあったはずだが、今覚えているのはあれはいつだ？1年前。何があった？ジャックに負けた。そうだ、ソラたちに負けた。そうだそうだそうだ。俺が覚えているのは一つだけ。奴らに目いっぱい復讐するまで他のことは思い出せねえってことだ。そうそう、その調子だよ。それでね、私に計画があるんだ。クリスマスタウンを知ってるかい？ブギー親分、起きて！本物のワルを見せてよ。はあ、まだ本調子じゃないようだね。お前たち、ここでソラたちの足止めをしておくれ。手下を貸してやるから、抜かるんじゃないよ。見つけた。Hey!
迷ってここまで来てしまったが。やれやれ、のこのこ出てきたのは間違いだったかな。サンディ・クローズさん？サンタクロースなら私だが。ジャックから聞いてここに来ればお会いできると思ってました。でもお願いです、どうかお帰りください。このままではとても良くないことが起こります。確かにクリスマスの準備もすっかり遅れてしまった、うん、そうだな、私は家で待ってるとジャックに伝えてくれんか。それはいけません。どうか扉を固く閉ざしてジャックを無視してください。ほら、あの赤いやつだよ。あいつを誘拐すればいいんだな。そうよ、どこかに閉じ込めて、その後でクリスマスタウンをめちゃくちゃにしてやりな。絶対に空たちが現れるよ。すぐに黙らせてやる。そうそう、その間に私はサンタクロースをハートレスに。もういいか、誰だ。うわハハハハ、俺好みに変えてやったぞ。でもなんか物足りねえな。よし、もっとブギー様風にしてやる。それじゃあ私はこいつをハートレスに変えてやろうかね。ふん、あ、何するんだい。なんだ、まだ嫌がったのか。もう用はないからどっか行っちまえ。ブギー、誰が復活させてやったのか忘れたのかい。ああ、綺麗さっぱりね。なんてやつだい、手に負えないよ。勝手にするがいい。まあ、ジャック・スケリントン。あ、ブギー。一年前はよくもやってくれたな。そこのガキどももな。サンディ・クローズをどうするつもりだ。え？どうするって？
よくわかんねえな。なんでこいつがここにいるんだ。邪魔だから捨てちまおう。サンディクローズさん。お前ら。やつよ。
けられるかな。流れろ流れろ。これで次のクリスマスも安心だな。そう、やっと僕のクリスマスができるよ。やっぱりジャックはハロウィンが似合ってるよ。ジャック。はい、できたわ。やった、これで完璧だ。ありがとう、サリー。お願い、ジャック。着るだけで我慢して。そんなもったいないことできないよ。すっかり世話になったな。礼を言おう。だが、これ以上問題を持ち込まんでくれ。それにその格好。私の代わりにプレゼントを配りたいだと。一度くらい休んだっていいじゃないですか。そのお年でプレゼントを配りに飛び回るなんて疲れるでしょう。たまにはゆっくり休んでくださいよ。確かに疲れる仕事だ。でもな、ジャック、子供たちの寝顔や笑顔を見ればそんな疲れなんか吹き飛んでしまうんだ。私はこの仕事が大好きなんだよ。お前は子供たちの悲鳴や驚く顔が大好きなんだろう。それを奪われたらどう思う。世界はな、ジャック、クリスマスには私を、ハロウィンにはお前を待っているんだ。私たちはその期待に応える義務がある。ハロウィンのスーパースター、ジャック・スケリントン、カボチャの王、驚きと悲鳴の使者。そんなお前がクリスマスにうつつを抜かしてハロウィンの質が下がったらどうする。さあ、ジャック、ハロウィンの準備に取り掛かるんだ。私も遅れを取り戻さねば。そうだ、僕はハロウィンの帝王ジャック。大切なことを忘れていた。いつものハロウィンに行き詰まったらもっとすごいハロウィンにすればいいんだ。ジャック、ジャック。こんなところにいたのかい？次のハロウィンの企画書を見てくれよ。君がいないと話にならないんだ。それはそうだな。ジャック、元気でな。もう夢中になってるよ。さて、私もジャックに負けるわけにはいかんぞ。うわぁ、驚かすなよ、ジャック。なんだろう。でもハロウィンにはこんな光はいらないな。
俺たちは行かなくちゃ。そうだ、ソラ。お前には親友がいるだろう。記録によるとサンタなんていないとお前に言ったのはその子だな。そういえば、そうです。その子に私のことをちゃんと伝えるんだぞ。はい。でも、リクはどこにいるんですか？さあ、どこかな？信じることをやめなければ、いつか会えるさ。私と同じだ。はい。わしの理論は間違いない。とすれば、あいつらが持ってきた材料に問題があるとしか思えん。助手を間違えたか。これを運ぶのを手伝ってくれないか？きっとサンディ・クローズが落としたんだ。届けてあげようと思ってね。届けるだけだよな。いやだな。もうサンディの代わりをやりたいなんて思っちゃいないよ。それ、ずっと着てるんだ。ああ、これ？気にしない気にしない。せっかくサリーが作ってくれたから着てるだけさ。さあ、手伝ってくれるんだろ？おお。これはどこにあったんだ？ハロウィンタウンに落ちていたんですよ。困っているだろうと思って届けに来たんです。なるほど。しかし盗まれたプレゼントは他にもたくさんあるのだが。盗まれた？ひどいな、僕を疑うなんて。その格好では仕方あるまい。僕がどんな格好をしたっていいじゃないですか。わかりました。こうなったら僕たちで犯人を捕まえてみせます。うん、では任せよう。よし、ソラ、ドナルド、グーフィー、行こう。これがいいな。つまらない。これはダメ。いらない。こら、やっぱりお前たちか。何さ。クリスマスプレゼントを盗んだろ。関係ないぞ。でもそれも面白さ。逃げろ。終わりだ。ドナルド、
この町から出て行け。これは町長命令だ。誰か、私一人じゃ何もできないんです。やっぱりハートレスだ。プレゼントを取り戻さなくちゃ。ああ、せっかくのプレゼントをこんなにしちゃって。ジャック、大変だ。わしの実験体が盗まれてしまった。
まだだろ。いいよ、僕が用意するからさ。プレゼントはできたのかな。ジャックが来たら終わりです。穴はどこに置けばいいのかな。いい場所がある。用意ができたら声をかけてくれ。お待たせ。この奥の広場を使うといいだろう。さて、どういう手順なのかな。僕がちゃんと考えておきましたよ。おお。ところでサンディ・クローズ、見事犯人を捕まえたら次のクリスマスはサンディの代わりに僕がプレゼントを。だったの。まあとにかくそういうことは後で。何をするんだよ、話してくれよ。我慢してよ。さあもう少し。またやったぞ。ごめんごめん。俺たちが踊りだなんて明暗だろ。行こう。あれ？博士の人形が犯人だったんだ。これで全部解決だ。
犯人を捕まえたのか？はい、もちろん。でも、どうして実験体がプレゼントを盗んだのか、理由がわからないんです。実験体？プレゼント泥棒ですよ。フィンケルスタイン博士が作った動く人形です。なるほど。そうかそうか、動く人形か。よし、ジャック、礼をさせてくれ。本番は無理だが、少しだけサンタクロース気分を味合わせてやろう。サンディクローズ。博士の人形は心が欲しかったんだな。ほうほうほう。そうか、実験体は盗まれたのではなくて勝手に動き出したんだ。つまりわしは成功したというわけじゃ。実験体は心が欲しかったんだってサンタクロースが言ってたけど。サリーとは違って心を持たずに生まれたからの。でもさ、心が欲しいとどうしてプレゼントを盗むのかな。それはきっとプレゼントには心がこもっているからよ。博士の実験体、なんだかかわいそうだな。ハッピーハロウィーン。素敵なプレゼントね。これが？箱はどこだい？リボンもないぞ。ジャック、箱なんて関係ないんだ。大切なのはプレゼントの中身。ううん、違う。大切なのはプレゼントを贈る気持ち、相手を喜ばせたいと思う心。そうか、そうだったのか。教えてくれてありがとう、サリー。あれ？なんだろう、いつもと違う気分。なんだかとても素敵だ。サリーからのプレゼントだね。これ？この気持ちが？ああ、サリー、こんなに素敵なプレゼントをもらったのに、僕にはあげるものが何にもないんだ。サリー、君はどんなプレゼントがいいんだい？私にとって一番のプレゼントは、ジャック、あなたと一緒にいられることよ。そんなことならお安いご用さ。あ、俺、プレゼントなんてあげたことないかも。プレゼント？カイリなら何でも喜んでくれそうだね。何でもってのが一番困るんだよな。物じゃなくて心だよ。そっか、カイリもサリーと同じ。ん？一緒にいられれば何にもいらないってこと？ハハハハ。